相手のひらゆがともみのきひかるでございます。はい、皆様どうもごきげんよう。はい、はい、本日は、うん、宝塚大劇場の方に、はい、月組公演グレートギャツビーを見てまいりました。イエーイ、見てきたよ。いや、これねちょっと初日が遅れたのもあって、うん、そうね、無事に私たち見ることができたんですけれども、まあね、あのこれは以前、うん、あの初演が華麗なるギャツビーとして、はい、森木明さん主演で初めてね、はい、上演された作品で、うん、次にね、あの瀬名純さんが日生劇場でされたという作品で、はい、今回3回目の再演という感じになるんですけれども。そうなんですよね。いや、いかがでしたかグレートギャツビー。いや、やっぱり一本盛りになってね、うん、中身がまた違う場面もいっぱいあって、そうね、やっぱり詳しくなってたりとか、うん、そう、より詳しくなってたよね。場面数増えてね。そう、私たちあの真ん中の瀬名純さんのグレートギャツビーを見てないので、あの情報がねちょっとね、はい、ないところもいっぱいあるんですけど、はい、すごい良かったよ。良かった、めっちゃ良かったね。まあまあ毎回思うことですけれども、うんうん、やっぱり月組さんのお芝居力と、はい、その組全体のなんていうの、決断力ありますよね。あるある、すっごい見やすい。そうか、下級生に至ってまでね、芝居ができる、芝居ができる、歌も歌える、はい、ちゃんとなんか舞台として成り立ってる、はい、素晴らしい。なんかすごい変な言い方ですけどでもそれぐらいすごい入ってくるんですよ、話が。そうですよね。で、どなたを見てももちろん魅力的で、うん、原発岸城かなたさんのギャツビーですよ。素晴らしかった。よかった。やっぱりなんか、やっぱ背中もすごい意識されてるなと思った特に一番最初のあの白のスーツね、うん、そうですよ。なんかね、他のスーツに比べてちょっと肩幅出してはんのかなって思うぐらい、そう、ね、うん、もしかしたら出してはるのか、まあ、そのままなのかわからないですけど、もしそのままの肩幅だったら、うん、背中が大きく見える芝居ができてたってことよね。そうなんですよ、うん、それぐらいで、やっぱ歩き方とかもだいぶ意識されて、 そのギャツビー感っていうか、うん、大物感みたいなの出されてたって思いますし、そうそう、で、あの朝日が昇る前に歌われている時に、うんうんうん、めっちゃ歌詞を大事にされてるなっていうのが伝わってきたんですよね。そうだよね、うんうん、まあ、もちろん他の曲にしてもそうですけど、うんうん、なんか今までの月城さんとまた全然違う感じの歌い方されてるなっていうのがすごく伝わってきて、うん、やっぱり月城さんって言ったらさ、どっちかというとなんか好青年みたいな感じじゃん。 ありますよね、イメージ、うんうん、でも今回その大人の男っていうちょっと違う角度からの月城さんの魅力を私は見れたと思うの。見えましたよね、うん、素晴らしかった。渋さも出てたし、出てた、そう、哀愁もめっちゃ出てましたしね、うん、なんかあの作り込み方っていうのはすごい良かった。確かに今までのちょっと見たことがない感じよね。途中で帽子投げた時にさ、あった、うん、あのピターンってさ、後ろにある椅子の上に落ちたじゃないそうやった、うん、なんかそれを見た瞬間にあ、やっぱスターさんが投げるとこういうことになんねんなって多分それ意図してないと思うのよ。後ろの下級生がこうキャッチするとかいろいろあると思うけど、ストンって落ちたのよ。多分その時下級生を見てあってなってたのよ。おーって思ったっていう。それも計算かもしれないよね。それ計算やったらすごいよね。で、あの、うん、デイジー役の海野美月さん。ね、クラゲちゃん。やっぱ大人のね、魅力がすっごい、やっぱお上手よね。そう、合ってたよね、やっぱり。か、なんか2人の関係性とかもすごいしっかり前に出てきてて、はい、最後なんて最高やったで、あれ、あの赤い、赤いじゃない、白いバラ、そう、ポンって投げる、投げるやつね。なんかさ、あのなんか冷たいのか、うん、心を押し殺してるのかわからない感じの、あの無な感じがすごい効いたね。そう、うんうん、そう。で、あのニック役の風間由布さん、上手やね。上手ね、上手、本当にやっぱさ、ニックってさ、うん、本当にかもなく不可もない役って言ったらあれですけど、そうです、そうです、普通の好青年じゃない、はい、ザ・好青年、そうです。でも彼がいることによってストーリーが運んでいくっていう重要な役ではあるじゃない、うん、めっちゃ重要よね、うん、ギャツビーにあのすごく深く関わっていくストーリーではあるけれども、はいはい、出すぎず下がりすぎずみたいな、うん、やっぱそこがね、お上手やったなって思う。上手、上手ね、うん、その風間さんらしさっていうものもしっかり出てたし、うん、でそのお相手役してたあの彩りみちるさん、はい、とのやり取りなんかもすごいよくてなんかさ、やっぱりさ、ちょっとリンゴさんのさ、佐々木さんのイメージがある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 、すごいこびりついてたけど、めっちゃある、うん、
いや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 、彩りさんもすっごいなんかものにされてて、うんうん、またあのなんか可愛らしいイメージとは全然違う。全然違う。声のね、トーンが低めでしっかり出してて、そう。あの、戦火の江間直樹さん、お久しぶりにね、あの、運転手とお父様と。そう。お久しぶりよ。ね、でもなんかお姿見ただけでちょっと泣きそうになっちゃったっていう。わかるわかるわかる、ね、うん、最初出足に運転手として一番ね出てくるのがエマさんなの で、 であのギャツビーのお父さんとで最後出てくるじゃないですか、うん、何やろあのね、あのなんていうの、存在感、存在感、そう、もうなんかもうホッとするよね、心震えてくるの。あーなんか、そっか、ギャッツビーこんなお父さんに育ててもらってちゃんと親孝行してたんやなみたいなのがすごい最後の最後で伝わってきたらちょっと感動しちゃうっていうか、うーん、グッときましたね。うん、そして千夏様、ほおずきあんさんのね、大好き千夏さん、もうさ、はい、言うことないわよ。ないですね本当にね。でまたああいう親子ってすんごい似合う。似合う似合う。なんていうの、いい人でもなく悪い人でもなく、うん、なんかただの金持ちの男性っていうの。そうです。そうですよ。なんか浮気してることも悪いと1ミリも思ってない感じ。思ってない。思ってないよね。でも奥さん取られると腹立たしいみたいなさ。そう。コッと変わって。うん、やっぱ千夏様いるといいよね。安心しますよ。ちょっとそうそう、すごいあの、うん、やっぱ今回暁知世様がちょっともうね組合でいらっしゃらなくなって、どんな感じになるのかなと思ってたんですけど、月城さんがいて千夏さんがいて、その風間由乃さんがいるっていう、うん、このなんか三角形もすごいバランス取れてますよね。皆さんなんかその立ち位置が違う、はい、で自分の個性をしっかり持ってらっしゃる。そうよ。やっぱ皆様実力者じゃない、ね、すごい安定感。だからもう物語にシュンって入っていけるのよ。ちょっとあの私たちがあの、うん、目に留まったのが夢のある姉様のダンスだったんですよね。めっちゃ目いきました。2人で共通したよね。そうよ、うん、夢のある姉さんはあのギャッツビーの、うん、まあ、運転手、ね、あ、運転手、うん、あのなんていうの、あの男役ばっかりで踊る場面あるじゃない。ありました。アイスなんとかの人たちのアイスなんとかね、アイスなんとかねあの裏社会の人たちのね、そう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 、ダンスの場面あるじゃない、はいはいはい、ある。めっちゃかっこよかったんですけど、めっちゃね色気があるんですよね、ダンスに。でも手先も綺麗やったし、ね、うん、でもやっぱ伸びがすごくよくて、そう、目いきました。でまたあのダンスシーンちょっと振り付けがさ、やっぱり面白い感じで、うんうんうん、見応えあったわ。ありましたね。でそこの親分があのあれですね、木月ゆまさん、はい、なんか私たち高根吹雪様のその見てたイメージがあったんですけど、結構作りがあのおじさんっぽいね、そうです、大物のこう葉巻吊ってるこういう風な作り方をされてて、うん、はい、あれはあれでかっこいいな。かっこよかったね。渋かった。ほんとね。でも確かにそういうなんか見場の人やったら、うん、あ、この人裏の親玉よねっていうのが見て、パッと見わかりやすい。はい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 、はい。あと若手さんのほら。誰？あのほら、あやみせらくん、あやみせらくんと、うん、あとなんとかはるくん、ごめんなさい、れいかはるくん、れいかはるくん、れいかはるさんすごいなんか目立ってた、うん、ね、うん、背の高い、なんかやっぱりお顔がこうキュッキュッってしてて、はい、ちょっとなんか無口な感じでいつもこう立ってるような感じの方だったじゃない、うん、よかった、よかったね。やっぱり目がいきますよね。目がいった。あやみせらくんも今回雪組さんからね、うん、来て、うん、いや、 やっぱりほら雪たんとしてはさ、あの送り出したアミちゃんだからさ、ちょっと親心やったんやけど、あ、うんうん、よく頑張ってる頑張ってるっていう感じで、そういう感じだったよね。ちょっともう見守り体制というかさあの、あ、うちのあやみをよろしくお願いしますぐらいの感じで本当ね。いやでもね、すごいやっぱりさすがでございますよ。さすがでございましたよ。ぜひあの注目してみていただきたいですね。はいはいはい、月城かなと様、はい、ギャッツビーね、途中であの劇中とかでも、うん、あのそのデイジーと踊ってる場面だったり、はいはいはい、まあ、デュエットダンスでも美月さんと踊ってらっしゃる時のね、うん、まあ、私たち2階から見てたので、はい、上から見下ろす目線ではあるんですけれども、はい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 、その月城さんのね、何を踊ってる時の、はい、海野さんを見てる時のね、はい、この角度の、はい、この角度を上から見るとこう伏せ目がちで見えるわけですよはいはい、はい、ここう、はいはいはい、こういう感じで、はいはい、そこがね、その、はい、ここがもうね美しすぎていやーってなったわけですよ私は
すごいよ、やっぱり月城さん綺麗よね、めっちゃ綺麗ね、なんかもう色気、色気、そうそう、だからね、2階から見るのはもう今回私はおすすめしたい。ああ、なるほど。こう見下ろす、うん、違う違う、見上げる月城さんも、うんうん、言えてない興奮、見上げる月城さんもすごいもちろん美しいですけど、はいはいはい、こうね、見下ろす、うん、月城さんのこ、うん、こ, こ, の, この角度がね、たまらん、たまらんのよ、めっちゃ良かったの。よかるよ、美しい美しい美しいと思って、やっぱり私さ思った、思った、私月城さん好き。前から言うてるやん、いや、そうそう、前から好きやねんけど、やっぱ私よく、ね、月城さんのお芝居好きだわと思って。好きだよね、めっちゃ良くない？ 良いよ。私はあの振り返り方が一番良かったっていうね。言ってたよね。そう、振り返る時にすごい距離を取ってるって言ってね。そう、前から回っていくのが好きやって。あの、わかります？前から回っていく。ほら、はい、後ろ向いて。私が呼ぶよね。うん、ギャッツビー。なんだい？って振り返るんじゃないってことね。ないって。ギャッツビー。ほら、わざわざ振り返るのに時間がかかる方を。そう。でもな、それを私は気づかなかったんですけど、手のひらがね、そう言った時に、なるほどと。確かに、そう。ギャッツビーはすぐに振り返るようなやつじゃない。うん、そう。前からゆっくりと振り返るんですよ。そういう人だわよ。ね、うん。なんかそれだけいろんなものを腹をくくって生きてきた人だからさ。ね。すぐにギャッツビー、はいみたいな。そんな人ではないよね。そんな軽い人ではないよね。そんなさ。そう、前、間を持ってよ、うん。出てきた時も。はい。私がギャッツビー。ですからね。ですもの。これがギャッツビーですもんね。そうですよ。あの衝撃の。そう。うん。でそういうことですよ、そういうことで。なんかそこに強め行ってしまって。あ、でもね、それ素晴らしい気づきだと思う。本当に。本当に。いつも私だったら絶対気づかへんよ。予習もした甲斐あったよね。ねえ、森ケーキ様でね。いや、だからさ、ね、あの、朝日が昇る前にでさ、うん、佇んでる感じとかもさ、哀愁。いいよね。なんかもう全てを悟って、もう全てを女に捧げたっていうさ、もうその腹くくってる感じ。本当に。あんな男はいない！いない！いない！男やと思う。結局はそこ。でもね、ギャツビーはあれで幸せやったやろうねっていう話で、うん、私たちの中で収まったんですよね。本当に幸せやったと思いますね、うん。デイジーが犯罪者になって追われることよりも、うん、やっぱり自分が犯罪者となって死ぬ、はい、デイジーの身を守って自分がいなくなるっていう方が、はい、彼にとってはすごく幸せな道やったやろうなって思うと、なんていい男なんだってね。うん、で、私やっぱり最後のさ、デュートダンスの時に、うんうん、ちょっとほんまにちょっと泣きそうになったんよ、うん、でまたひっついたんやって、まあ、いつも言うやん、うん、そうよね、宝塚はそこでね、うん、浄化される、浄化されるっていうのでね、あれよくわかった今日、うん、ですごいギャツビーがめちゃくちゃ幸せそうな顔で踊ってるんですよ、わ、うん、かるわかるわかる、うん、それで浄化されました。だからやっぱり宝塚ってね、デュエットダンスって本当に重要、うん、はい、重要ですよね、うんうん、思った思った、うん、フィナーレナンバーもだから素晴らしかったんでございます。素晴らしかったでございます。はい、はい、そんなグレートギャッツビーでございました。はい、あの、今からねご覧になられる方、うん、ぜひまた楽しみに行っていただきたいと思います。思います。はい、それではテルヒラユガともみの木ヒカルでございます。最後投げてきた。ちょっと待って、鼻水が出、そう、泣いてるジャミヤ。ごめんなさい。ビエン、もうややこしいわ。